ありがとうなのだ。いよいよ次が最後の曲なのだ。これは僕の大切な人がとても落ち込んで、自殺未遂を起こした時に作った曲なのだ。それでは聴いてください。僕のオリジナル曲で、君の代わりに僕が笑うから。落ち込む日もあるのだ。うまくいかなくて、無理やり明るい声出そうとして、ありがとう。最高の夜だったのだ。ロッケンロールの神様に感謝。